こんにちは、美瑛チャンネルの美瑛です。今日も動画を見に来てくださりありがとうございます。庭の多肉棚の下に置いてある解体予定の鉢です。この中のゴールデングローを今日は植え替えしようと思います。苗が3つあります。ここに移動してから日照不足で少し徒長気味です。植え替え用の鉢はこちら、アラベスク模様のモルタル鉢です。今日も最後までよろしくお願いします。 BA チャンネル。 2,3 年前の様子です。日当たりがいいと立ち姿も綺麗ですね。改めて調べてみるととっても強い多肉のようです。風通しが良ければ直射日光が当たっても平気で、冬はマイナス1度から2度まで耐えるとそのサイトには書かれていました。こんな奥まったところじゃなくて、もっと直射の当たる庭へ出しても大丈夫だったかもです。一緒に植わっているのも強そうな多肉ばかりだし、実験的に置いていた野ざらしのプランタ、今年の暑さにも平気な多肉が生き生きしています。これで3本目の苗がカットできました。苗をカットしている途中に見つけたウサギさんです。ゴールデングローの鉢に置けたら入れたいです。親株には新芽が2つできているのを見つけました。他の2株にはどうかな。できてないようですね。これらの親株3本も解体したら花壇へ移植したいと思います。今日使う鉢のサイズは直径が17センチ、高さは15センチ、5号から6号の間ってところでしょうか。土は培養土、赤玉、鹿沼、軽石の混合です。一番大きな苗です。変色している葉など下葉を取って形を整えてから刺します。茎が曲がってて刺しにくそうです。太く色が変わっているのが気になるので、この部分だけ切り落とします。よく見たら小さな根っこが確認できたので、その根を残してほんの少しだけ切りました。点と真ん中に刺しましょうか。2番目に大きな苗です。これも下葉を取って整えます。取った葉は葉差しとして育てようと思っています。どこがいいですかね。3つ目の苗も控えているので、そのバランスも見てここに決めました。最後の苗です。さっき決めた場所へ。ちょっと茎が長すぎるようです。
これで全部差し終わりました。あとはウサギのオブジェ。ん？なんかいる。ダンゴムシです。庭へ返しがてら洗ってきます。ブラシで土を落とせばなんとかなるかと思いましたが、横着しないで洗うとやっぱりきれいになりますね。さて問題は置き場所です。なんとかお尻を滑り込ませました。もう一匹は反対側。狭いので苗に少し移動してもらうことにします。これで収まりそうです。あとは前足が入ればOK。 まだ土が見えている部分に入れようと再びあの鉢のところへ来ました。修例です。木立ちしている苗をうまく利用できないかと考えています。そしてこちらのビーチネックレスも。もう一匹見つけました。3匹目のウサギさんです。根が生えている茎を探しています。この根っこを残して植えようと思います。葉がいっぱいついているところを前にしたいので、この辺がいいかな。ここに苗を合わせてさっきの根を土に刺します。もう一本も同じようにして刺していきます。このあたりの葉のつき方がいい感じですね。ここから遡って根を探して、見つけたらカットして、反対側の縁に合わせて植えていきます。
うさぎさんの前足で落ちないように押さえて、次は苗の下葉の下をくぐらせて、発根しているところは土に刺しておきます。これでピーチネックレスは完成です。次は根っこごと抜いてきたシューレイです。あれ、もっと開いてませんでしたっけと思ったら、開いていたのは後ろ側でした。ここになんとか入れたい。ゴールデングローがカット苗で根が張っていないので入りそうです。その隣にも一苗入れたいです。これはカットして刺した方が良さそうですね。最後の一苗、やっぱりここかな。根を残して少し短くします。今は隠れているウサギさんですけど、ゴールデングローもシューレイも木立ちしてくると窮屈さがなくなるんじゃないかなと思っています。9月も中旬になろうかというのに、昼間は暑くて猛暑続き。しばらくはベランダの多肉棚の下段で様子を見ていきます。水やりもこんなに暑いとすぐにあげるのはやめて、1週間、10日、様子を見ようと思います。隣は前回動画で作ったリラシナドンです。こちらにもまだお水はあげていません。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。BAでした。次の動画まで、バイバイ。